こんにちは、長野インターネット局です。はい、どうもこんにちは。今日はですね、この千曲市でふれあい広場に出させていただきました。イエーイ、ありがとうございました。朝からいたんですか、今日は。今日はね、お昼からこちらに来ましてですね、はい、いろいろ用意とかさせていただいてという感じですね。はい、ステージの鳥を飾らせていただきました、はい、最後ピアノ弾いたんですか。そうなんですよ。じゃあ歌ったんですね。一番最後じゃないんですけど、ステージ の、はい、発表の一番最後をやらせていただきました。今日は何を歌ったんでしょうか。今日はですね、君と僕と幸せの形、それからあの頃の僕らという曲と、あとアンコールをいただいてパーティーパーティーを4曲歌わせていただきました。どうですか、はい、地元で歌う気持ちはどうでしょうか。いや、もうとっても楽しかったです。皆さんね、わーって言って聞いてくださったので、もう私もすごく楽しく歌うことができました。よかったですね。はい、ありがとうございます。今後の予定はどうでしょうか。はい、一番重大なのがですね、11月の6日の、日曜日の夕方、このすぐ近くにあります戸倉創造館の大ホールで、ワンマンライブが決まっております。はい、すごいすごい。よかったらぜひ遊びに来てほしいなと思っております。地元の皆様はですね、本当のチケットは、2800円なんですけれども、はい、地元の皆さん限定特別価格として2000円でちょっとだけ安くご来場できますので、よかったらぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと思っております。子供たちはみんな無料ですので、ぜひともファミリーで、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。地元ですと言えばいいですね。はい、お願いします。それからもう一つ条件は何でしたっけ。はい、150センチ以下が無料っていうことなんですよ。はい、なるほど。大人でも150センチ以下だと無料になりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ぜひ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はサポートカホンとサポートギターと3人で、あ、3人で、はい、お送りさせていただきました。はい、やったんですね。そうなんですよ、はい、そういうグループでやるっていう予定はこれもともあるんでしょうか。ですね、そのワンマンライブの時は、うん、アコースティックバンドセットで、うん、もうとっても今日よりもとっても豪華なセットでやりますので、またすごいちょっと違う感じになるかなと。力入ってますね。頑張ってます。ぜひ、もう350人入るんですよ。もう集められるか心配で心配で、本当にぜひとも応援してほしいなと思っております。だからずっとそこら中こう、日本全体をこう回って歩いてるような、はい、そうですね。今年はっていうか、今月だけでも、はい、もう沖縄に行って、名古屋に行って、大阪に行って、長野に行って、東京に行ってみたいな感じで、もうすごいいろんなところに行かせていただいてて、もう走行距離が半端ないなって感じなんですけど、もう本当いろんなところで歌わせていただいてるので、ぜひいろんなところでお会いできたらと思っております。ぜひ体に気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございます。マリコでした。どうもありがとう。ありがとうございます。